Here I show you two paintings. Both are said to be paintings by Leonardo da Vinci. On the left is a painting entitled Virgin of the Rocks, which is said to have been painted in 1486. On the right is a painting entitled The Last Supper, which is said to have been painted in 1498. The two women depicted in these two paintings are exactly the same. At least, it is not a man, as everyone agrees with me. However, the woman depicted in the picture of Virgin of the Rocks is Lamia, the witch whose lower body is a snake, as I have proven. Then, the woman depicted in the picture of the Last Supper is also to be Lamia, the worst witch, a half-human and half-snake witch. But that is not possible. On the other hand, if the woman depicted in the Last Supper is Maria of Bethany, wife of Shamash Jesus, then the woman depicted in the Virgin of the Rocks is also Maria of Bethany, as a logical conclusion. This means that Maria of Bethany is a witch, Lamia. But that is not possible either. So now, let's reverse the idea. In other words, let's assume that the person depicted in the Virgin of the Rocks is a Virgin Mary, who is witch Lamia. On the other hand, let's assume that the person depicted in the Last Supper is Maria Bethany, the wife of Shamash Jesus. Let's assume that both are correct. Then, the only one solution to solve this mystery is as follows. Please have a listen to me carefully, that the woman who is said to be Virgin Mary in the picture of the Virgin of the Rocks is a copy of Maria Bethany, or impersonating Maria of Bethany. That is, Virgin Mary in the picture of the Virgin of the Rocks disguises herself as Maria of Bethany. In other words, the person who is now called Virgin Mother, who is said to be Mother of Jesus, is the impersonator of Maria of Bethany, wife of Shamash Jesus. ここに2枚の絵画があります。両方ともレオナルド・ダ・ヴィンチによって描かれた絵画と言われています。左は1486年に描かれたと言われている岩窟の聖母ルーブル版です。右は1498年に描かれたと言われている最後の晩餐と題された絵画です。この2枚の絵の中に描かれている2人の女性は全く同じです。少なくとも男性ではありません。誰が見ても女性です。ところが、岩窟の聖母の絵の中に描かれている女性は、私が何度も証明しましたように、下半身が大蛇の魔女ラミアです。となると、最後の晩餐の絵の中に描かれている女性も、これまた下半身大蛇の魔女ラミアということになってしまいます。が、それはありえません。一方、最後の晩餐の絵の中に描かれている女性がシャマーシュイエスの妻のベタニアのマリアであるとすると、
岩窟の聖母の中に書かれているその女性もベタニアのマリアということになってしまいます。ということはベタニアのマリアは魔女のラミアということになってしまいますが、それもありえません。そこで今度は発想を逆転させてみます。つまり岩窟の聖母の中に書かれている人物は魔女ラミアの聖母マリアと呼ばれている魔女であるとします。そのように私は何度も証明してきました。一方最後の晩餐の絵の中に書かれている人物はシャマーシュイエスの妻のベタニアのマリアであるという前提で考えてみます。つまりその両方とも正しいという前提で考えてみます。するとこの謎を解く唯一の答えはこうなります。注意深くお聞きください。岩窟の聖母の方の聖母マリアと言われているその女性はベタニアのマリアの姿をそっくりそのままコピーし、ベタニアのマリアになりすましているラミアであると。つまり現在私たちがイエスの母としている聖母マリアと言われている人物はシャマーシュイエスの妻のベタニアのマリアのなりすまし、繰り返します、なりすましということになります。広志林浜松シティジャパン。もう一度最初から画面を見ながら説明します。岩窟の聖母ルーブル版です。1486年作です。でその中の女性とそれから12年後に描かれた最後の晩餐の絵の中に描かれている女性は全く同じです。一般には右は十二使徒の一人のヨハネと言われていますが、誰が見てもこれは女性です。しかも左の女性と右の女性は全く同じです。違いが全くありません。つまり全く同じだということです。つまり左の人物と右の人物は全く同じだということになるわけです。で私が証明してきましたように、左の人物は下半身大蛇のラミア、魔女ラミアです。そして右の人物はシャマーシュイエスの妻のベタニアのマリアです。この事実をどう考えたらよいかということになるわけです。でここでいろいろな方向から仮定をし考えてみたいと思います。繰り返しますが、左が先に書かれて右が後に書かれたということになっています。ですから頭の中が混乱します。でこのように仮定してみます。まあ左が先ということでもいいわけですけども、もしもですよ、左のその人物、岩窟の聖母の中のこの人物がですね、これが聖母マリアであるとするならば、つまりですね、イエスの母の聖母マリアであるとするならばですね、右もですね、聖母マリアということになってしまいます。ということはですね、私の仮説が崩れるわけですよね。つまりその聖母マリアとイエスが結婚したことになりますから、がそれはありえないということになります。今度はですね、右の人物が、これがまあ一般に言われているようにヨハネであるとするならばですね、左もヨハネということになってしまいます。ところがヨハネは男性ですよね。となると2人とも男性ということになってしまい、これもありえません。で今度はですね、左がですね魔女ラミアであるとするならばですね、左のこの人物が、となるとイエスの妻も魔女、
ラミアということになってしまうわけですが、それもありえないということになります。そこで発想を逆転させてですね、両方とも正しいとするとですね、右がベタニアのマリアですよね、となると左もベタニアのマリアということになりますけども、左は魔女ラミアですから、ベタニアのマリアということはありえないわけです。となるとここで左の人物が誰かであるかということをですね、もう一度考え直してみます。まあ魔女ラミアはエイリアン種の神ですから、少なくとも人間ではないわけですけども、じゃあ右がベタニアのマリアであるとするならばですね、左も、まあ、ベタニアのマリアということになるわけですけども、この左の人物はですね、つまりはベタニアのマリアのなりすまし、つまり変装しているわけですよね。つまりベタニアのマリアに見せかけている偽のベタニアのマリアということになるわけです。つまり現在私たちが聖母マリアと言っているその聖母マリアのマリアはですね、マリアと言ってもそれはベタニアのマリアに見せかけた偽物のマリアということになるということです。続く動画の中でいろいろな方向からそれを再検証してみたいと思います。By all the preparations that had to be made. She came to him and asked, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me. Martha, Martha, the Lord answered, You are worried and upset.About many things, but only one thing is needed. Mary had chosen what is better, and it will not be taken away from her. イエスと使徒たちは道の途中で一つの村へとやってきた。そこにマルタと呼ばれる女性がいて、イエスたち一行をドアを開けて中へ迎え入れた。マルタには一人の妹がいて、イエスの足元に座り、イエスの話に耳を傾けていたが、マルタはマルタがしなければならない準備のため心を煩わせていた。そこでマルタはイエスにこう言った。主よ、主よ、妹のマリアは私だけにすべての仕事をさせていますが、それでよいのでしょうか。マリアに行って私を手伝うように話してくださいと。それに答えてイエスは、マルタよ、マルタ、あなたは心配し多くのことをしなければならず混乱していますが、一つのことが必要です。マリアは自分にとってより良い方を選びました。そしてその一つのことをマリアから取り去ることはできませんと。広志林、浜松シティ、ジャパン。 That is to say that
Mary chose listening to the teachings of Jesus over helping her sister prepare food. Jesus responded that she was right because only one thing is needed, one thing, apparently, meaning listening to the teachings of Jesus. つまりマリアはイエスの教えを聞くことを選び、彼女の姉のマルタが食事の用意をするのを手伝わなかったというのです。で、聖書の一般的な解釈によれば、ここで言う一つのことというのはイエスの教えに耳を傾けることということになります。日本聖書協会の翻訳文をそのまま朗読させていただきます。ラザロの死。ある病人がいた。マリアとその姉妹マルタの村ベタニアの出身でラザロと言った。このマリアは主に香油を塗り、髪の毛で主の足を拭った女である。その兄弟ラザロが病気であった。姉妹たちはイエスのもとに人をやって、主よ、あなたの愛しておられる者が病気なのですと言わさせた。イエスはそれを聞いて言われた。この病気は死で終わるものではない、神の栄光のためである。神の子がそれによって栄光を受けるのである。イエスはマルタとその姉妹とラザロを愛しておられた。ラザロが病気だと聞いてからもなお2日間同じところに滞在された。それから弟子たちに言われた。もう一度ユダヤに行こうと。弟子たちは言った。ラビ、ユダヤ人たちがついこの間もあなたを石で打ち殺そうとしたのに、またそこへ行かれるのですかと。イエスはお答えになった。昼間は12時間あるではないか。昼のうちに歩けばつまずくことはない。この世の光を見ているからだ。しかし夜歩けばつまずく。その人のうちに光がないからである。とこうお話になり、またその後言われた。私たちの友ラザロが眠っている。しかし私は彼を起こしに行く。と。弟子たちは、主よ、眠っているのであれば助かるでしょうと言った。イエスはラザロの死について話されたのだが、弟子たちはただ眠りについて話されたものと思ったのである。そこでイエスははっきりと言われた。ラザロは死んだのだ。私がその場に居合わせなかったのはあなた方にとってよかった。あなた方が信じるようになるためである。さあ彼のところへ行こう。すると、ディディモと呼ばれるトマスが仲間の弟子たちに、私たちも行って一緒に死のうではないかと言った。イエスは復活と命。さて、イエスが行ってご覧になると、ラザロは墓に葬られてすでに4日も経っていた。ベタニアはエルサレムに近く15スタディオンほどのところにあった。マルタと
マリアのところには多くのユダヤ人が兄弟ラザロのことで慰めに来ていた。マルタはイエスが来られたと聞いて迎えに行ったが、マリアは家の中に座っていた。マルタはイエスに言った。主よ、もしここにいてくださいましたら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。しかしあなたが神にお願いになることは何でも神は叶えてくださると私は今でも承知しています。と。イエスがあなたの兄弟は復活すると言われると、マルタは終わりの日の復活の時に復活することは存じておりますと言った。イエスは言われた。私は復活であり命である。私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。このことを信じるか。と。マルタは言った。はい、主よ、あなたが世に来られるはずの神の子メシアであると私は信じております。と。マルタはこう言ってから家に帰って姉妹のマリアを呼び、先生がいらしてあなたをお呼びですと耳打ちした。マリアはこれを聞くとすぐに立ち上がりイエスのもとに行った。イエスはまだ村には入らず、マルタが出迎えた場所におられた。家の中でマリアと一緒にいて慰めていたユダヤ人たちは、彼女が急に立ち上がって出ていくのを見て、墓に泣きに行くのだろうと思い後を追った。マリアはイエスのおられるところに来て、イエスを見るなり足元にひれ伏し、主よ、もしここにいてくださいましたら、私の兄弟は死ななかったでしょうに、と言った。イエスはマリアが泣き、一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのを見て、心に憤りを覚え、興奮して言われた。どこに葬ったのか。と。彼らは、主よ、来てご覧くださいと言った。イエスは涙を流された。ユダヤ人たちは、ご覧なさい、どんなにラザロを愛しておられたことか、と言った。しかし中には盲人の目を開けたこの人もラザロが死なないようにはできなかったのか、という者もいた。イエス、ラザロを生き返らせる。イエスは再び心に憤りを覚えて墓に来られた。墓は洞穴で石で塞がれていた。イエスが、その石を取り除けなさいと言われると、死んだラザロの姉妹マルタが、主よ、四日も経ってますからもう匂いますと言った。イエスは、もし信じるなら神の栄光が見られると言っておいたではないか、と言われた。人々が石を取り除けると、イエスは天を仰いで言われた。父よ、私の願いを聞き入れてくださって感謝します。私の願いをいつも聞いてくださることを私は知っています。しかし私がこう言うのは周りにいる群衆のためです。あなたが私をお使わしになったことを彼らに信じさせるためです。こう言ってから、ラザロ出てきなさいと大声で叫ばれた。すると死んでいた人が手と足を布で巻かれたまま出てきた。顔は覆いで包まれていた。
イエスは人々に、ほどいてやって行かせなさいと言われた。イエスを殺す計画。マリアのところに来てイエスのなさったことを目撃したユダヤ人の多くはイエスを信じた。しかし中にはファリサイ派の人々のもとへ行き、イエスのなさったことを告げる者もいた。そこで祭司長たちとファリサイ派の人々は最高法院を招集していった。この男は多くの印を行っているが、どうすればよいかと。このままにしておけば皆が彼を信じるようになる。そしてローマ人が来て我々の神殿も国民も滅ぼしてしまうだろう。彼らの中の一人でその年の大祭司であったカイアファが言った。あなた方は何も分かってない。一人の人間が民の代わりに死に、国民全体が滅びないで済む方があなた方に好都合だとは考えないのかと。これはカイアファが自分の考えから話したのではない。その年の大祭司であったので、予言としてイエスが国民のために死ぬと言ったのである。国民のためばかりでなく、散らされている神の子たちを一つ集めるためにも死ぬと言ったのである。この日から彼らはイエスを殺そうと企むようになった。それでイエスはもはや公然とユダヤ人たちの間を歩くことはなく、そこを去り、アレノに近い地方のエフライムという町に行き、弟子たちとそこに滞在された。さてユダヤ人の加越祭が近づいた。多くの人が身を清めるため加越祭の前に地方からエルサレムへ登った。彼らはイエスを探し、神殿の境内で互いに言った。どう思うか、あの人はこの祭りには来ないのだろうかと。祭司長たちとファリサイ派の人々はイエスの居所が分かれば届け出よと命令を出していた。イエスを逮捕するためである。以上がヨハネ福音書の第11章ですが、皆さんはこの話を通してイエスとベタニアのマリアの細かい心のやり取りをお感じになることができたでしょうか。つまり普通の男女の関係ではないなかったということになります。ナザレのイエスには妻がいたかどうか。ハーバード神学報告書によれば、その論争になっている書類は近代に偽造された偽物ではなく古代のものである可能性が高いということが分かった。そのパピルスの断片はイエスの妻の福音書として知られている。それは2012年に発見されて以来、広く論争の的になっているというのも、その中にイエスは彼らに私の妻はという記述があるからである。その断片はまたこうも述べている。彼女は私の弟子になることもできるだろうと。このことは女性がカトリックの神父になることを許されるべきかどうかという質問にもつながったと。
The paintings painted under the name of Leonardo da Vinci are all modern paintings created using computer technology. Every painting is as perfect as a photograph. If you look at Leonardo's paintings from such a viewpoint, you can read the messages given to humans from King Christ after 1500 years, the messages which are hidden behind the paintings. And one of them is a painting titled The Last Supper. This painting is also full of mysteries, but therefore it also expresses light and shadow exactly like a photograph. Today, I will focus on the light and shadow of the Last Supper and examine it here in this video. Is the painting really the final and last supper? But my answer is no. The Last Supper is not a picture of the Last Supper, but a picture of the wedding ceremony between Jesus and Mary, the sister of Martha. I will prove that in this video, but aside from that, is the Last Supper really a picture of the supper? If it is a supper, the direction of the light of the sun is strange. You can see that the light is flowing from the top left front to the bottom right back. So you can see that this painting was drawn in the daytime, not in the evening. It's not a problem. If not, it is a Leonardo's painting. It's a problem because it's a Leonardo's painting. I am convinced that the picture of the Last Supper was also drawn using photographic technology. That is why the light and shadow are important. They also hide the key to solving the mystery of this painting. In other words, or as my conclusion of this painting, this painting of the Last Supper is not at least a painting of the supper after sunset. レオナルド・ダ・ヴィンチの名前で描かれた絵画はどれも現代でいうところのコンピューター技術を使って作られた絵画ばかりです。どの絵画も写真のように完璧です。またそういう視点でダ・ヴィンチの絵画を見ると、その絵画の裏に隠された1500年後のカイン・キリストから人間に与えられたメッセージを読み取ることができます。で、そのうちの一枚が最後の晩餐と題された絵画です。この絵画もまた謎に包まれ、そしてその絵画も写真のように正確に光と影が表現されています。今日はその光と影に焦点を当て、最後の晩餐を検証してみますが、本当にその絵画は最後の晩餐を描いたものなのでしょうか。が、私の答えはノーです。最後の晩餐は最後の晩餐を描いたものではなく、イエスとマルタの妹のマリアとの婚礼の様子を描いたものです。そのことをこの動画の中で証明しますが、それはさておき、最後の晩餐は本当に晩餐の絵なのでしょうか。もし晩餐なら光の方向が奇妙です。光は手前左上から右下の方向に流れているのがわかります。つまりこの絵画は昼間に描かれたものであることがこれでわかります。他の画家の絵ではありません。ダ・ヴィンチの絵画です。ダ・ヴィンチの絵画だからこそ問題なのです。この最後の晩餐の絵もやはり写真技術を使って描かれたものだと私は判断しています。だからこそその光と影にもその謎を解く鍵が隠されているのです。つまりこの最後の晩餐なる絵画は少なくとも日没後の晩餐の絵ではないということです。広し林浜松 City Japan。
私のワイフはダヴィンチの最後の晩餐の絵を見てこう言いました。なぜろうそくがないのかしらとですね。では最初からもう一度説明します。レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いた最後の晩餐です。他の絵画がすべて現在でいうコンピューター技術を使って描かれていたと私は判断していますが、その視点で考えるとですね、この最後の晩餐もやはりコンピューター技術を使って描かれている、つまり正確に写真のように正確に描かれているということです。そこで今日は光と影に注目してみました。机の上のですね、テーブルの上のパンのようなものの影に注意してください。影は向かって右下にできています。ということは光はですね、左上から来ているということになります。他のパンも例外なく正確に、まあ、光が表現されているということになります。光は左上から右下に来ています。今日のこの動画のポイントの一つになりますから、皆さん自身の目でしっかりと確認しておいてください。で、このテーブルの上の、まあ、パンのみならずですね、今度は足の方を見ていただきたいんですけども、テーブルの足ですね、その足の影もやはり同じように正確に表現されています。影がそれほどシャープでなく、かつ短いので、まあ、太陽光線といっても曇りのような日にこの絵画が描かれたということになるのかもしれません。ともかくも光の方向に注意してください。テーブルの影も正確に左上から右下に描かれているのがわかります。で、この光はどこから来ているかということなんですよね。で、マリアの額、おでこを見ていただきたいと思います。最も光っている部分に注意してください。おでこの中心部ですね。で、マリアのおでこを見るとですね、光はやはり左上から右下に来ているのがわかります。同じくイエスの今度は光と影に注意してください。顔半分で左の方が明るく、向かって右の方が暗いですね。ということはやはり光は左上から来ているということになります。特に鼻先の光に注意してください。鼻先はもろにその光を受けて最も明るくなっています。やはり光はですね、左上から右下に来ていることがこれでわかります。つまり光の方向がですね、結論として言えることは左上から右下に来ているということですね、はい、正面でもなく、また逆光でもなく、真正面からでもないということです。で、そのことはですね、天井の影を見ればわかります。左と右注意してみてください。この3の作る影に注意してください。左の方はですね、向かって右側の方に影ができているのがわかります。丸の中に注意してください。右の方はですね、光が当たってますから3のところが、まあ、明るくなっています。つまり光はですね、やはり、左から右に来ていることがこれで証明されます。と同時にですね、今度は右の方を見てください。3の横棒よりも縦棒の方が暗いですね。ということは光は前面、手前の方から向こうの方に、まあ、流れているということになります。ということはですね、総合しますと光は、左上からですね、手前、左上から、右下、後方の方に流れているのがわかります。正確に描いてあります。つまり写真のように正確に描いてあるということですね。もっと言えば矛盾がないということです。で、結論的に言うとですね、壁を見てください。左の壁は暗いですね。そして右の壁は明るいですね。ということは結論的に、まあ、つまり光はですね、前方、左上から後方、右下の方に流れているということになります。ということはですね、この光はどこから来ているかということなんですけども、広間なんですよね。その証拠が背景の景色に残っています。これは誰が見ても昼間の景色です。まあ、明るい陽光といいますかね、それがさんさんと輝いているということになります。まあ、全体が暗い絵ですから、それも勘案して考えますと、まあ、真っ昼間の絵画ということになります。つまり最後の晩餐、晩餐と言われるような絵ではないということです。そしてワイフはこう言いました。最後の晩餐というのなら、どうしてろうそくがないのかしらとですね。現代はもちろん
電気というものがありますから、夜でもなくても構いませんけれども、今から500年近く前の絵ということになればですね、当然ここにろうそくが描かれていてもおかしくはないということですね。つまりともかくもこの絵は晩餐、つまり日没後から就寝までの、まあ、夕食の時に描かれた絵ではないということになります。まあ、つまりこれもですね、林浩司のこれはイエスとマリアの婚礼の様子を描いた絵説を裏付けてくれると私は考えています。皆さんの判断はいかがでしょうか。なぜろうそくが描かれていないのでしょうか。最後の晩餐、晩餐、晩餐ですよ。ではバイ。To the left of Jesus sits Martha's sister Mary. However, there is no traitor Judas in here. Anyway, there are six people on each side of Jesus. Six people each. This is an important part of this mystery. This is because 66 means wedding in Jewish gematria.Leonardo da Vinci added Maria on the one hand and removed Judas on the other hand. And the number was dared to be 66. Do you know why? Because number 66 stands for wedding. イエスの左にはマルタの妹のマリアが座っていますが、この中には裏切り者のユダはいません。それはともかくもイエスの両側には6人ずつの人がいます。6人ずつです。ここが重要です。というのも66はユダヤのゲマトリアではウェディング、つまり婚礼を意味するからです。繰り返します。66はユダヤのゲマトリアではウェディング、つまり婚礼を意味するからです。ダヴィンチは一方でマリアを描き加え、一方でユダを外しました。そしてその数をあえて66としました。繰り返しますが、66は婚礼を意味するからです。広志林、浜松市ジャパン。Miss Roxana Herandi, Portugal, wrote to me that the PC Sophia tells us about his wife and another female disciple. We Gnostics know that Jesus was married. グノーシス派の聖書であるピスティス・ソフィアによれば、イエスには妻ともう一人の女性の弟子がいました。私たちグノーシス派はイエスが結婚していたことを知っています。ピスティス・ソフィア is a Gnostic text discovered in 1773.Possibly written between the 3rd and 4th centuries AD. The existing manuscript, which some scholars place in the late 4th century, relates one Gnostic group's teachings of the transfigured Jesus to the assembled disciples, including his mother Mary, Mary Magdalene, and Martha. Again,including his mother Mary, Mary Magdalene, and Martha. Jesus visits the home of
Lazarus, Martha, and Mary of Bethany, the latter typical conflated in Catholic medieval tradition with Mary Magdalene, though the New Testament probably means a different person.ここにあるマルタについて、ウェブリオ世界宗教用語大辞典には次のようにあります。大変重要な部分かと思いますので、注意してお聞きください。マーサ、つまりマルタについてですが、新約聖書の中の女性、ベタニアに住み、妹マリアと共に知られている。イエスの接待をよくし、キリスト教婦人の象徴とされるが、妹がイエスの話に聞き入るばかりなのを非難して、逆にイエスから注意されたというと。もう一度繰り返します。妹のマリアがイエスの話に聞き入るばかりなのをマルタが非難して、逆にマルタがイエスから注意されたというのです。皆さんは何かをピンと感じませんか？さらに、ウィキペディア・イングリッシュの方には次のようにあります。中世のカトリックでは、マルタの妹のマリアがマグダラのマリアと同一視されていたが、新約聖書ではマルタの妹のマリアとマグダラのマリアは別人であると考えられていると。つまり以前はですね、マルタの妹のマリアとマグダラのマリアが同一人物であると考えられていたのですが、今ではマルタの妹のマリアとマグダラのマリアは別人であると考えられているというのです。つまりマリア三人説ということになります。聖母マリアとマグダラのマリアと、そしてマルタの妹のマリアということになります。そしてそのマルタの妹のマリアをイエスがかばったというのです。もう一度繰り返します。マルタの妹がイエスの話に聞き入るばかりであるのをですね、マルタが非難して、逆にそのマルタがイエスから注意されたというのです。つまりいいじゃないかマルタ、いいじゃないかとです。私はそのように解釈しました。皆さんは、繰り返しますが、このイエスの態度に何かを感じませんか？私は感じます。冒頭の話に戻ります。最後の晩餐と題された絵画です。この中にはイエスと12人の弟子が描かれていると言われていますが、この中にはユダは描かれていません。代わりにマルタの妹のマリア、つまりイエスの妻が描かれています。つまりこうしてあえてダ・ヴィンチはですね、イエスの両側に6人ずつを配置することにこだわりました。ユダはこの時すでにイエスを裏切っていました。で、なぜ6人ずつなのかということになりますが、66、つまり66はユダヤのゲマトリア、つまり暗号によればウェディング、結婚、あるいは婚礼を意味するからです。つまりここに描かれているのは最後の晩餐という題で示されるような絵ではなくて、つまりはイエスの婚礼、イエスの婚礼ということになります。このような形でレオナルド・ダ・ヴィンチはあえて66にこだわったということになります。続く動画をどうかお楽しみください。
writes as follows. Mary Magdalene, literally translated as Mary the Magdalene or Mary of Magdala, was a Jewish woman who, according to text included in the New Testament, traveled with Jesus as one of his followers. She is said to have witnessed Jesus' crucifixion and resurrection. Within the four Gospels, she is named at least 12 times more than most of the apostles. Wikipedia 百科事典は次のように書いています。マグダラのマリアというのはユダヤ人の女性で、新約聖書によればイエスの弟子とともにイエスと一緒に旅をしたという。マグダラのマリアはイエスの貼り付け及び復活を目撃したと言われている。4つの福音書の中でマグダラのマリアは少なくとも12回その名前が出てくる。 Also Pistis Sophia, the Holy Bible of Gnosticism, which is a Gnostic text discovered in 1773, possibly written between the 3rd and 4th centuries AD, writes that the existing manuscript, which some scholars place in the late 4th century, relates one Gnostic group's teachings of the transfigured Jesus to the assembled disciples, including his mother Mary, Mary Magdalene, and Martha. 一方、ピスティス・ソフィアには次のように書かれています。ピスティス・ソフィアというのは、1773年に発見されたグノーシス文書のことを言います。それは3世紀から4世紀の間に書かれた可能性があるというのです。現存する文書は学者によれば4世紀後半のものとされていますが、弟子たちが集まっているところに姿を変えたイエスが現れたというのです。そのグノーシスの教えに関係したものということになっています。その弟子の中にはイエスの母のマリア、マグダラのマリア、それにマーサ、マルタが含まれているというのです。And a controversial document that suggests that Jesus of Nazareth had a wife is mostly likely ancient and not a modern forgery, according to a paper published in the Harvard Theological Review. そしてナザレのイエスには妻がいたかどうか、ハーバード神学報告Harvard Theological Review によれば、その論争になっている書類は近代に偽造された偽物ではなく古代のものである可能性が高い。 Most likely ということが分かってきました。 The papyrus fragment known as the Gospel of Jesus' wife has been the subject of widespread debateSince it was discovered in 2012, because it includes the phrase Jesus said to them, My wife. そのパピルスの断片はイエスの妻の福音書として知られています。それは2012年に発見されて以来、広く論争の的になっています。というのも、その中にイエスは彼らに私の妻は、繰り返します。私の妻はという記述があったからです。Then, the question is that, who Mary the Magdalene was and where she was from? And the biggest question is that, who his wife was, if Jesus his own wife?問題はマグダラのマリアとは誰なのか、どこから来たのかが
最大の謎は、もしイエスに妻がいたとするなら、その妻とは誰なのか、マグダラのマリアのことなのか、あるいは別の人物なのか。今日はその謎解きに迫ってみます。広志林、浜松シティジャパン。今ご覧いただいているのは、皆さんご存知のレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされる最後の晩餐と呼ばれている絵です。しかしレオナルド・ダ・ヴィンチはですね、他の絵の中でもそうですけども、一つのテーマを描きながら全く別のメッセージをその中に数多く隠し込んできました。で、最後の晩餐もその中の一枚であると私、林博士は判断しています。この最後の晩餐での最大のポイントはですね、イエスが中心に座っていますけども、そのイエスの向かって左側、つまりイエスの右側に座っている人物は誰かということです。一般にはヨハネということになっていますが、この人物はどう見ても女性顔です。で、私、林博士はそのイエスの向かって左側に座っている人物はマグダラのマリアではないかという仮説を立てて、今まで話してきましたが、それでも辻褄が合わなくなります。それについては別のところでまた話しますけども、このイエスの向かって左側に座っているこの人物は、私はイエスの妻ではないかと考えています。となると、この最後の晩餐の絵は何かということになりますが、それは今日の結論ということになりますが、それを先に話しておきます。つまりこれはイエスの結婚式の様子を表現したものだと私、林博士は判断しています。もっと分かりやすく言えばですね、イエスの向かって左側、つまりイエスの右側に座っている人物はイエスの妻ということになります。となると、その妻は誰かということになります。今日はその謎解きに迫ってみます。そういう意味では、今日の謎解きはとっても楽しい謎解きということになるのかもしれません。で、その謎解きのきっかけとなったのが、マイケルアンジェロ・ブラノティの描いたカッシナの戦いの絵です。私はこの絵はですね、イエスと18人の弟子を描いた絵というふうに判断しています。で、それをこれから順に説明しますが、今赤枠で囲ったのが、これがマリアです、イナーナです。そしてその右と言いますか、黄枠で囲ったのがシャマーシュ、イエスです。神聖数はイナンナは15、シャマーシュは20です。それをちょっと記憶に入れておいてください。そしてこの絵はアゴスチノ・ヴェネチアーノの描いた絵ですけども、この絵の中には一文字で数字が隠し込まれていました。1502とあります。15というのは先ほど言いましたようにイナンナの神聖数です。20はシャマーシュの神聖数です。古代ヘブライ語は左右自由に読み書きすることができましたから、02は20と読み直します。つまりここに描かれているのは、一番左にイナンナ、一番右にシャマーシュということになります。そしてこの絵とですね、先ほど言いましたミケランジェロ・ブラノティの描いたカッシナの戦いの絵と比較してみます。上がアグスチノ・ヴェネチアノの描いたスケッチ画ということになります。そして下がですね、ミケランジェロ・ブラノティに描いたカッシナの戦いの絵ということになります。するとですね、両者に全く同じ人物がいることがわかります。もう一度上と 下を比較してみてください。赤枠で囲ってみました。上がイナンナですから、下もイナンナ、つまりマリアということになります。そして黄枠で囲った人物を比較してみてください。全く同じです。ということは、この上がシャマーシュですから、下もシャマーシュということになります。で、このシャマーシュは誰かということなんですけども、頭を見ていただくとその謎が解けます。頭には花冠をかぶっています。中世の絵というのはですね、左右端にですね、下端に中心的な人物を描く習わしになっていたようです。ともかくもこの人物はですね、頭に花冠をつけている、つまりこの群像の中で長であることを示します。つまりイエスということになるわけです。で、シャマーシュ・イエス先生とつながっていくわけですけども、それは今日のポイントではありません。で、頭を、念のために見てください。
で、その頭を拡大してみるとですね、花冠をかぶっているのがわかります。つまり王、この中の長であることを示すということになります。イコールイエスということになります。で、話を先に進めていきますが、もう一度確認してください、赤い枠で囲ったのがイナンナです。マリアです。で、この人物は足の皮をベロッと剥いでいますね。そして右下の人物はシャマーシュです。この人物も足の皮をベロッと剥いでいます。靴下を剥いでいるのではありません。皮を剥いでいます。で、この中には他に2人の女性がいます。で、それを注意深く見ていただきたいんですけども、この赤い四角で囲った部分に注意してください。ここには女性の性器が正確に表現されています。つまりこの人物は女性ということになります。で、もう一人右ですね。この人物には胸があります。女性の胸があります。つまりこの人物も女性ということになります。つまりこのカシナの戦いの中には、マリアを含めると3人の女性、少なくとも3人の女性が描かれているということになります。で、もう一人怪しい人物がいるわけですけども、この人物は私は男性だと判断していますが、体つきから考えて今ピンクの四角で囲った人物ですけども、まあ女性ではないかなということで分かりませんが、しかしここではですね、クエスチョンマークをつけておきます。まあ、ともかくもここには少なくとも3人の、まあ、女性がいるということですね。で、そのことをですね、ピスティスソフィアには次のように書いてあります。この情報はですね、ポルトガル在住のですね、時々情報を送ってくださるロクサーナ・ハランディさんという方からいただきました。つまりグノーシス派の聖書であるピスティスソフィアによればですね、イエスには妻ともう一人の女性の弟子がいたというのです。で、私たちグノーシス派はイエスが結婚していたことを知っていますとです。そこでもう一度整理してみます。マリアですね、バージンマダー、イエスの母ということになっています。そして同じマリアですけども、マグダラのマリアということになります。そしてもう一人の、まあ、女性というのはマルタ、英語読みではマーファとなります。で、この3人の女性が登場するということになります。となるとマルタというのは誰のことなのでしょうか。そこでもう一度冒頭で話しましたことを思い出していただきたいと思うんですけども、その弟子の中には一番下ですね、イエスの母のマリア、マグダラのマリア、それにマルタ、つまりマーサが含まれているというのです。となりますと、この3人を合わせて私はマリアというのではないかと考えています。マリア3人説ということになりますが、根拠がないわけではありません。マルタ、つまりマーサというのは新約聖書の中に出てくる名前ですが、次のようにあります。新約聖書の中の女性、ベタニアに住み妹マリアと共に知られている、イエスの接待をよくし、キリスト教婦人の象徴とされるが、妹がイエスの話に聞き入るばかりなのを非難して、逆にイエスから注意されたというのです。ここにマルタの妹としてマリアという名前が出てきます。つまりマルタとマリアは大変近い関係にあった、姉妹の関係にあったということになります。で、その妹のマリアについて次のように書いてあります。中世のカトリックではマルタの妹のマリアがマグダラのマリアと同一視されていたが、新約聖書では
マルタの妹のマリアとマグダラのマリアは別人であると考えられているというのです。つまりここで3人のマリアが出揃うことになります。聖母マリアとマグダラのマリアと、そしてマルタの妹のマリアということになります。で、中世の常識に従えばマルタの妹のマリアイコールマグダラのマリアということになると、イエスの妻はもう一人の女性、つまりマルタ、英語名マーサになるのではないでしょうか。あるいはその可能性もあるというレベルの話なのかもしれません。さらに現在の解釈によればですね、マルタの妹のマリアがですね、マグダラのマリアではないということになりますと、もう一人のマリアがそこに登場する、イコールそのマリアこそがひょっとしたらイエスの妻ということになるのかもしれません。まあ、ともかくもイエスの妻はそのマリアか、あるいはマルタということになります。現在イエスの妻の福音書と呼ばれているパピルスの断片にはですね、イエスが私の妻はと語っている部分があるというのです。つまりイエスには妻がいたということになりますが、その妻というのは流れからするとですね、イエスの世話をしていたマルタということになるのかもしれません。まあ、イエスの妻の名前は誰であるか分かっていませんが、マルタもしくはその妹のマリアということになるのかもしれません。私はマルタ、マーサがイエスの妻ではなかったかと考えています。で、話を戻しますが、最後の晩餐の絵は、あれは晩餐の絵ではなくて、まさにイエスとマルタ、あるいはマーサの結婚式の様子を表現したものだと考えています。続く動画の中でそれを皆さんにご覧いただきます。で、結論というか、そのおさらいになります。この女性の安らかな笑顔に注意してください。ともかくも最後の晩餐という絵はですね、つまりは最後の晩餐というような晩餐を描いたものではなくて、これはイエスと、まあ、マリア、あるいはマルタの結婚式、もしくは婚約発表風景を描いたものであると考えるのはごく自然なことです。というのも、先ほど言いましたように、イエスの向かって左側に、まあ微笑んでいる女性はですね、これはどう見ても女性であり、ヨハネということには無理があるということですね。と同時に、マリアの名前というのは聖書の中にも最も多く出てきているということです。そしてマリア、マリアと呼んでいますけども、そのマリアというのは言うまでもなく、まあ、いわゆる聖母マリアのことでもないし、またマグダラのマリアのことでもないわけです。がマグダラのマリアと言われている人はイエスのそばに長くいたということになってきますと、その都度マグダラのマリアと断っていたわけではなくて、マリアという人物がそばにいたということになるわけです。で、そのマリアとは誰かという、まあ、謎を解くヒントがですね、つまりはマルタにあったわけです。つまりイエスの世話係、世話役をしていた女性ということになるわけです。では、そのマルタがイエスの妻であったかというと、まあ、マルタという名前は一度しか出てきていないわけですね。となると、やはりイエスの妻はマリアということになるわけです。となると、マルタとマリアの関係ですけども、姉妹という関係からですね、マルタの妹のマリアがイエスの妻になった可能性がぐんと高くなるということです。そういう点からですね、この
最後の晩餐の中で表現されている、まあ、女性は私はマルタもしくはマルタの妹のマリアであると判断しました。今のところまだ仮説と位置づけた方が正しいのかもしれませんが、しかしダ・ヴィンチなる画家はですね、このような手法で絵をたくさん描いています。例えば聖ジェロームをテーマにしながら神を描いた、あるいは岩窟の聖母をテーマとしてラミアを描いた、あるいは受胎告知をテーマとして魔女のストリクスを描いたなどなど、そうした例は大変多いといいますか、その流れの中に最後の晩餐の絵もあると判断するということはそれほど間違っていないと思います。つまり最後の晩餐をテーマにして、つまりはイエスとマリア、もしくはマルタの結婚式もしくは婚約発表の様子を描いたものというふうに考えるというわけです。でその婚約発表もしくは結婚式の様子をこのような形で表現したということになるわけです。まあ、当然裏切り者のユダはいないということになるわけですね。ですから、まあ、中央左に描かれているのはヨハネではなくて、つまりはイエスの妻ということになるわけです。となるとこの雰囲気ですね、今皆さんにもう一度ご覧いただきたいんですけども、この、まあ、女性ですね、これどう見ても女性なんですよね。その証拠に、岩窟の聖母の女性と全く同じということになるわけです。ですから、まあ、イエスの妻をですねこのように形でテーマとして描きながらも、その向こうで、まあ、魔女ラミアを描き、そしてその向こうでイエスの妻を描いたということになるのではないでしょうか。今確認していただいているのはですね、左の人物はこれは女性であるということですね。ヨハネであるというふうに位置づけるものですから、話がわけ分からなくなっていますかね、混乱するということになるのではないでしょうか。素直に見れば女性である。となるとこの女性は誰かということなんですけども、流れからするとイエスの妻ということになる、イコールその妻イコールマリアということになりますと、まあ、マルタの妹のマリアと考えるのが自然な流れということになるのではないでしょうか。まあ、この女性をですね、左の女性をマグダラのマリアと結びつけてしまうと、やはりいろんな場面で無理が生ずるということになるわけです。もっと分かりやすく言えばですね、マリアは3人いたということになります。いわゆる、まあ、聖母マドンナのマリアと、それからマグダラのマリアと、それからマルタの妹のマリア、イコールイエスの妻ということになるのではないでしょうか。まあ、しかしマルタが妻であった可能性も捨てきれませんので、ここでは一応ペンディングということにしておきます。ということで、続く動画をどうかご覧になってください。最後の晩餐はつまりはイエスとマリアの結婚式の様子を表現したものであるという大変楽しいロマンチックな動画ということになります。A controversial document that suggests that Jesus of Nazareth had a wife is
most likely ancient and not a modern forgery, according to a paper published today in the Harvard Theological Review. The papyrus fragment, known as the Gospel of Jesus' Wife, has been the subject of widespread debate since it was discovered in 2012 because it includes the phrase Jesus said to them, My wife. It also mentions that she'll be able to be my disciple, which leads some to question whether women should be allowed to become Catholic priests. 本題に入る前に一言。この絵は最後の晩餐と言われている絵です。日本語で晩と言いますと夕方を指しますが、英語で晩というと日没後から寝るまでの時間帯を言います。そのイーブニングにとる食事がサパーということになります。で、この絵の題はラストサパーとなっています。で、中央にいる人物がイエスであることには間違いないと思いますが、向かってその左側にいる人物は、私はイエスの妻ではないかと考えています。つまり、この絵は世間一般で言われているような最後の晩餐というような深刻な絵ではなくて、むしろその真逆、もっと楽しい風景を描いた絵ではないかと考えています。広志林、浜松シティ、ジャパン。ナザレのイエスには妻がいたかどうか、ハーバード神学報告書によれば、その論争になっている書類は近代に偽造された偽物ではなく古代のものである可能性が高いということが分かった。そのパピルスの断片はイエスの妻の福音書として知られている。それは2012年に発見されて以来広く論争の的になっている。というのもその中にイエスは彼らに私の妻はという記述があるからである。その断片はまたこうも述べている。彼女は私の弟子になることもできるだろうと。このことは女性がカトリックの神父になることを許されるべきかどうかという質問にもつながった。